全員揃ったわね。エデン隊長、質問。あら、ナオミ、海抜群はな、みんな見た目と年齢がちぐはぐでしょ。海抜群が重視するの強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど。はい、あの、まだハルカ。ハルカはうちの小隊のオペレーター。聞こえます？半径500キロ、ただ体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。ナオミ、重ね。各班の代表はナオミと。あら、重ねなの？いえ、私の方が。はあ、まあそれで納得したなんて。さて、早速任務にかかりましょうか。途中の階は全て殲滅。ただし、かな。了解。それじゃあ、重ね。試練をあまりちょ。みんな、聞こえるわね。別行動中でもブレイントークでいつでも全員と連絡が取れるから、何かあったらすぐに知らせて。新都市開発特区か。つまらんば。任務に面白いもつまらないも。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。僕ほどの超能力者になれば。何？もうダミングしといたのにバレたのね。え？うちにカラスの餌食になる。カラス？
ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。いえ、奥の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。嵐も気の毒にな。ちっ、せっかく小玉隊から外れ。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと。ジャミングされてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ、マスコミは海抜群の活動を中継する権利を盾にやりたい放題だから。鬱陶しいが、まあ有名勢ってやつだな。こっちでの攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。超能力を使え、カサネ。借りるわ、シデン。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。狙いどころを見て。捉えた。物資反応があるみたいね。ちょっと待って、そっちは逆方向よ。もう一度目標地点を確認して。
カゲロウの透明化が役に立ってくれそうね。ステルス開始ってか。生前成功ね。敵は全く気づいてなかったわ。ガチャリ、いける。終わりに仕事した。ナオミ、緊張しているのか。少し呼吸が浅くなっているようだが。あ、はい、少し。でも大丈夫です。深呼吸するといいわよ。ナオミはカサネのことも心配なのよね。カサネもナオミのことを心配していたな。いい芝居だ。んじゃ、あとよろしく。ナイス先制攻撃。取りなさい。重ねのお手柄だね。その調子で頼むよ。まだこれからよ。
行ってくるわ。うまいぞ。まだまだ行くわよ。先ずればなんとやらだ。無駄よ。よし。今のはあざ。もっと力を。ふっ。やかだったな。僕には踊るが。ステルス開始ってか。敵は我々を撃破しなくていいでしょう。重ね。いける。終わり。ライブ発動だ。物資反応があるようだ。チェックしたらどうだ。スオーとセーランの中間にあたる水波川を居住地にするため開拓が進められていた場所なの。工事中断後の今も重機だらけね。それと水波川に架かる橋はまだ交易ルートとして使われているわ。うっとうしい。
を手伝って。甘い。もらっていくわ。調子よく振る舞ってるが、腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。それにあいつ、僕にだけ妙に当たりが強かった。カゲロウの透明化が役に立ってくれそうね。
りは重ね半ね。くっ、僕が班長でも。何かいるわ。さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね。止まって。隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現。重大怪異って過去に。え、そのた来るわ。迎撃します。私たちがそっちに着くには。重大怪異接触します。重ね、面白い。僕の力を見せてやる。吠えてないで、さっさと片付けるわよ。拝見だ。いけるわ。狙いどころを見つけたわね。危なかったわ。私に任せて。おい、この怪異の背中の水槽、中に入っているのが水なら使えるかもしれないぞ。重ね、今なら敵はしびれて動けないわ。余計なことをするな。自分の身くらい自分で守れる。勝ちました。ガーレットガーディアンの勝利です。この戦いにおける主役はもちろん、初陣で重大怪異を仕留めた重ねランドール少尉でしょ。それではランドール少尉にお話を伺います。今のご気分は？随分お疲れのようです。初陣での初金星、手ご。彼が全ての指揮を取りました。あとはこの…何？遅れてごめんなさい。よく戦ってくれたわね。で、すまん、こちら嵐だ。カラスどもがそっちに食い…嵐…そうなの、試練が使…今こっちで引き取る。あら、嵐らしく…カラスがいないと子玉の機嫌が悪くなるんだよ。はーい、嵐スプリング隊、これから奥で怪異掃討作戦を行います。
やっといなくなってくれたわね。みんな、巣王に戻りま…了解。